寝る前にスマホを見ても眠れますの理由。先日日本精神神経学会っていうのに参加してですね、ちょっと睡眠のセッションに参加したんだけど、そこで非常に面白いデータがあったのでちょっとシェアしたいと思うんですけども、寝る前にスマホとかを見ると睡眠に悪いですよということをカバサワはよく言ってますし、他の本なんかにも必ず書かれてると思うんだけども、いろんなところで言われてると思うんだけど、ブルーライトっていうものがあってね、ブルーライトっていうのは午前中の青空の波長なので、ブルーライトが目に入ると脳が覚醒してしまう、脳が朝だと勘違いしてしまって、メラトニンという睡眠物質、眠気の元となる物質を取り払ってしまう、減少してしまう、メラトニンが。なので寝る前にはスマホ見てはいけませんよということがよく言われるわけですけども、でも寝れる人もいますよねっていう、ね、反論があるかもしれない。寝る前にスマホ見てますけど寝れますけどっていう人もいるかもしれない。あるいはですね、本によってはスマホなんか小さいんだからそんなもん見てもですね、そんなに影響はないですよっていうような方もいらっしゃるんですけどね。この間の学会で発表されたデータ、すごい面白いのがあったんですけど、それは光に対する感受性が強い人と弱い人がいるっていうことなんですね。光感受性が弱い人は寝る前にスマホを見ても眠気までそんなに影響を及ぼさない。光感受性が強い人っていうのはスマホに限らず蛍光灯とかもそうなんだけども、寝る直前に明るいところにいるとそれだけでメラトニンが下がって眠れなくなってしまうということですね。その光感受性がすごく強い人の場合はジュールクスなので豆電球がついてるだけでもう寝られないという、本当に光感受性が強い人、光に対して過敏な人というのは豆電球ついてるだけでそれで睡眠障害の原因になるということもあるらしいですね。特にその光感受性っていうのは神経発達症、発達障害の方とかに意外と光感受性が強い、要するに明るいのが苦手っていう人ですね。分かりやすく言うと眩しいのが苦手みたいな、そういう人っていられると思うんだけども、視覚過敏性が強い人はそういう光感受性が強いので寝られなくなる傾向があるということですね。ということでその光が過敏かどうかっていうのが結構重要で、光が過敏な人の場合は寝る前5分とか10分スマホを見ただけでそれが実はあなたの不眠症の眠気が出ない原因になっている可能性があるということですね。なので寝る前30分、本当は2時間ぐらい避けた方がいいんですけど、寝る前30分はスマホを手放したい、あるいはスマホに限らないんですけど明るい部屋に行ってもダメなんですね。なので寝る前30分ぐらい、もうできれば2時間なんですけども、薄暗い部屋で過ごすっていうのが結構重要で、光過敏の人はだからリビングルームとかで結構明るいじゃないですか、そこでずっと寝る直前まで、寝室は暗いかもしれないけども、おそらくほとんどの人って例えばワンルームとかの人は別だけど、リビングがあって寝室がある人ってリビングで過ごしてて寝る10分とか15分前になって寝室に移動したりすると思うんだけど、そうしたらリビングルームがものすごく明るい状態になってると、それはスマホ使ってるのと同じ意味になっちゃうんですね。だからブルーライトじゃなければいいのかっていうと関係ないです。明るいと体は昼だと思いますので、明るいところに寝る前2時間あるいは寝る前30分っていうものを明るい部屋で過ごすと睡眠障害の原因になります。寝つきが悪くなります。眠気が出なくなります。明るいところにいるとメラトニンという物質が出なくなるんですね。メラトニンというのは眠気の原因となる物質であり、眠りを深める物質であるんですけども、それが明るいところにいると出なくなるんですよ。普通の人は夕方からどんどんメラトニンが上がってきて、すごく上がってきたら眠気が出てストーンと眠りに入るわけですけど、明るいところにいるとメラトニンが抑制されちゃってるんだ、こう上がってこないんですね。普通はグーッと上がってくるのに、寝る前に明るいところにいるともう抑制されてしまう、減ってしまうわけです。そうすると眠気が出ない、だから寝られないと形になるわけね。光っていうことですね。ブルーライトに限らず寝る前のこの光っていうものをできるだけ避けるということ、そしてその逆に朝散歩重要ですよって何時間も何百回も言ってますけど、昼は午前中は光を浴びるべき時間なんですね。寝る前のもう30分もしくは寝る前2時間というのは光を避けるべき時間帯なんですよ。だからその時間に光を浴びるということがものすごい睡眠に悪いですし、睡眠薬を飲んでる人の場合はそういう光を避けるようにするだけで睡眠薬なくして眠れるようになる人もいらっしゃいます。ただ最初に言ったように光の感受性っていうのは個人差があるので、光感受性が強い人の場合はそういう光に対する対策、薄暗いところで過ごすようにしたり、寝る前のスマホというものを避けるというだけで眠れるようになる人もいるくらいですから、個人差はありますね。そこが原因じゃない方もいらっしゃるかもしれないけども、ということでやるべきこととしてやっぱり寝る30分前ぐらいのスマホっていうのはできるだけ避けるようにしたり、寝る30分前ぐらいは明るいところで過ごさないで、ホテルって間接照明ですごい薄暗いでしょ、あのぐらいの明るさのところで過ごしているといいんですね。なのでこういうリビングルームみたいなのとか会社とかっても蛍光灯でガンガン明るいからすぐ眠るってことは難しくなってしまいますので、光というものを考えてほしいですね。あなたが眠れないのは寝る前の光が原因の人もいるし、原因じゃない人もいます。光感受性が強い人の場合は寝る前の光が原因で眠れなくなっている可能性が非常にありますね。
天沢俊の新刊精神科医が教える幸せの授業を11月29日発売。たった30枚のイラストで幸せになる方法が分かりやすく説明されています。イントロダクションは漫画で書かれているので誰でもとっつきやすい一冊です。最初の29ページから読める無料版 PDF 今すぐダウンロードして内容を確認してみてください。